結構あれなんですね、そういう基本的なこととか大事なこととかこうリアルに近い感じの漫画なんですね。そうなんですよ。これ僕結構漫画好きなんで、うん、面白いよっていう話は聞いててすごいためになると思いますし、まあ、本当にサッカーの基礎となる部分が書かれているんで本当に頭がこれで整理できるというか、やっぱり頭がパニックになってたら、なかなか試合でも相手のプレッシャーだったりとかも感じちゃうと思うんで、まあ、こういったところでこう読んで頭の中で整理して、まあ、また実践していくっていう積み重ねが成長の鍵だと思うんで、すごいためになる本かなというふうに思います。冊子かなと思います。ぜひスタジアムに来てこの冊子をもらってサッカー練習してどんどん上手くなっていってください。